皿洗いの女の子が7枚のお皿を洗い終わって数えてみたら、お皿が8枚になっているのです。その夜は真っ暗になったので、女の子は安心して恋人に何もかも与えることができました。小さな古いレコード店でかけてもならないレコードが一枚ありました。暗いところに置くと辺り一面明るくなるレコードだったので、少年はそれだけは売るまいと思っていました。盗まれた月の話です。
うん。